ほうで始まりました、のちチャンネル。さあ、今回は横山でございます。はい。第2回、前頭共通テスト模試ですね、はい。はい。結果、出ましたんで、見ていきたいと思いますね。はい。まあ、志望校判定も含め、やっていきますんで。あれだね、てんちゃんみたいな自己採点とずれてるみたいなくだりがないですよね。ないですね。そのくだりがあると、何のためのね、自己採点なのかって、自己採点の意義が問われてしまって、で、その結果発表の時に自己採点とのズレをこう、やっていくみたいな動画になっちゃったんで、はい。さすがにそれは困るということで、ではでは、いきますか。はい。これは、ちょっと結果で、あれこれ、てんちゃんのくだりですか結果が。写メ撮ったんですけど。写メってさ、でもあれ、ログインした方が、だってあの細かいほら、現代の。これを写メ撮ったんですか。ああ、そうなの。ああ、そういうことね。そう、ログインのね、やついろいろありますからね。ログインはすぐできる。ログインすぐできる。いやいや、カズオは数字をめちゃめちゃ探して大変だったんだから、あのログインの数字がないです。ないです。本当です。見つからないですって言って。お問い合わせで1日かかるんで。出ました。はい、では見ていきましょう。はい、最初。が、まず英語リーディングですね。69点。69点で偏差値 61.1 なの？そんなにむずいの？A、学力レベル A。そうなの？じゃ、何、てんちゃんの40点ってすごいのってちょっと思われてきちゃうんだけど。判定は何だった？判定は D、40点で。69で A ってことは、その間こう DCB が、めっちゃあるですね。すごいことになるな。なるほど。細かく見れない。あ、見れる見れる。あとで。はい。で、リスニングの方が、68点で偏差値 60.5。 こちらも A だ。へえ、そうなんだ。60点台で学力レベル A になるんだ。まあ現役生がよっぽどできてないんだろうね。多分まだやっぱ協定の形式が分かんないっていうのと、あとまあ新しいしね、そう、形式も一応変わってるから。で、リスニング自体はまあ差が出ます。浪人生と現役生はやっぱり聞こえるから、浪人生はもう勉強し終わってるからね、うん、一通りで。それに対して現役生はやったことなくて聞こえないっていう人が多い。はい。で、137点ということで2つ合わせてで 61.5 で A ですね。やっぱこれも、あー、そうなるんだね。不思議なもんだぜ。そして問題のここです。92点ということで偏差値 49.8 で D 判定ということです。はい。じゃあ原稿感見ましょう。これ細かく見れるから。細かく見るのって個人成績？ブラウザーで見る。ブラウザーで見る。あったりとか。あ、あった、あった、あった。はい。と、はい。評論が45分の13。はい。で、文学物語45分の26。で、図表が20分の5。で、古文が45分の24。で、漢文も45分の24ということですね。まあまあまあ。って感じかな。それでもやっぱり、平均以下が出ちゃってはいるよね。最初のやっぱ評論だろうね。ここですね。問題は。ここができてで、まあ100点台に乗ってたら、まあもうちょっと違っただろうなって感じですね。はい。はい、じゃあ、日本史ですね。はい、日本史が、71点で、偏差値 58.2 で B と。あー、得意なはずなのに、58.2 か、B 判定になっちゃってますね。はい。これは問題だな、やっぱり。いや、簡単だったんですかね。いや、取れちゃうでしょ、やっぱり、浪人生たち。だって範囲決まってるしね。ああ。そう、こっからここまでってなってるから、だいぶ、はい、取れてしまうと思いますよ。普通に考えたらね。はい。で、なんで、私立文系型が 56.4 で B 判定ということでございました。まあ、だから全体としては B だけど、早稲田と戦うとなると、きついなーって感じだよね。まだまだ現役生がね、低い点の人たちも多いからね。はい、じゃあ行きましょう。判定です。はい、志望校では行きます。まず、早稲田大学商学部地歴公民型が E 判定ですね。はい、詳細、偏差値 56.8、 ボーダーが 67.5。 高えな、 67.5。 第一志望者は2210人中112位。1100かと思った。あ、1100だ。1112ですね。はい。56.4。まだ半分くらいってことか。で、総志望者数4250人のうち2286位。ということで、なるほどね。まあ、高いね。平均。まあ、第一志望者の平均よりは上になったけど、なるほど。総志望者の平均よりは下ってことですね。まあ、国立の人たちがね、入るからね、この総志望者だと。はい。滑り止めで入ってくるので、なるほど。まあ、いい判定になっちゃうね。そしたら。はい。で、次が、
早稲田大学社会科学部 EG だから足りてないよね科目。EG EG どうすか。違うわ。EG じゃねえ。EG だ。え科目足りてない時に出るよねこの G って。何数学受けなきゃいけなかったからだね。ああ強 G だよ。強定選んじゃった。え本当だ強定利用。もうそういうのもそういうのもやっちゃダメだよもう。G になって数学受けてないになっちゃってるね。だから236点でボーダー556点で当たり前だけど全然足らないですね。596人中471379が平均で、で総志望者1840人中1430で平均366.8と。はい、まあそうですね、まあ、国立系の人たちがいっぱい書いてるだろうしねこれはね。そうだね。だからすいません足りてないですね。はい、やっぱ数学がないとダメですね。判定にならないということでやってしまいました。はい、続いて早稲田大学教育学部いきましょう。教育学部は E ということでした。はい、あーなるほどね、この教育学 A 今年はどれにするとかまだ決めてない。教育決めてないですしようとかね。はい、偏差値が 56.4 でボーダーが 65.0 高いな。で322人中第一志望者145位で平均偏差値 55.1 とで全体1188人中612位とで 56.1 と。なるほど。いやー厳しいなやっぱりこの点だと、ね、今の勉強の段階としては状況としてはどんな状況ですか。そう状況、どういう何の状況ですか。進捗状況ですよ。もうどう進んでいるのか進捗状況。英語は今の長文やってる、うん、何の？あの3です。ルールズ？ルールズの3で解ける3解けるギリギリ2がちょうど終わって正答率まあ全然そんなミスはなくみたいな、うん、まあそうですね。2はやっぱりマーチ行く人とかだったらね確実に取ってほしいところで、うん、早期行く人だったらもう余裕で行けなきゃいけないって感じですね。なるほどね。ちゃんと記録してるんですね。もうすごい毎日どこからどこまでやったかとか記録が残ってて、ちゃんとやってるじゃないですか。毎日時間は取れてるんですか。毎日、あ、そうですね、バイトやってるんで。あ、そっか、バイトあるんです。そう、午後から、基本午後、うんうんうん、休憩の時みたいな、うんうん、と夜ずっとみたいな感じです。なるほど。バイトは何時間一日。バイトは朝9時から、うんうん、ちょっと時間は何ですか、日によって変わるんですけど5時とか、うん、そんぐらいです、前後。なるほどね。日本史はどうなの、もういけんの。日本史は1日10ページやってて、うん、それずっと進んでてる感じです。なるほどね。で復習はなんか1日後、うんうん、3日後1週間後みたいな感じでやってるです、うんうん、国語もやってると。国語もはい、それで3教科ですからね。読みます。 あっという間にもう9月の半ばですよ。早くね。いや早いです。だってもう受験終わっても半年よりもっと経ってんだもん。であと 半年しかないですよね。そうそうそう、だからみたいな、もうそんな経ったんだ。早いですね。いやびっくりしてます。ということで応援してあげてください。いや多分ガム噛んでるからボロカスに叩かれてると思うけどね。日本っぽいよね。叩くなって日本っぽいよなって思うけど、そういうこと。はい、ということでございました。早くしよう。ありがとうございました。 Thank you for watching。